2013年、山川正雄。明るい昼過ぎの喫茶店で、彼は友人と待ち合わせた。友人は遅れていた。客のない白い丸テーブルがいくつか続いている。夏のその時刻は、客の数もまばらで、そのせいか、がらんとした店内が余計広く見える。ふと彼は、彼を見つめている一つの眼差しに気づいた。生ぬるくなったコーヒーに、ゆっくりと手を伸ばして、彼は同じ窓際の5、6メートル先のテーブルのその女を見た。若くはない。女はそろそろ40歳に近い年頃に思える。上品な紺色の赤しらしい和服を着て、同じテーブルには娘だろう、肩をむき出しにしたピンクの服の少女がいる。少女はソックスを履いた白い棒のような細く長い足を退屈げにぶらぶら動かしている。きっと近くの会社にいる父親、つまり女の夫でも二人は待っているのだろう。新聞に目を戻しかけて、だが彼はその和服の女の目が別にうろたえもたじろぎもせず、じっと親しげに彼に向けられたままだったのに引っかかった。誰だろう、誰か知っている人だったか。2、3度視線を新聞と往復させ、不意に彼の喉に叫びのようなものが昇ってきた。よりこだ。女は微笑を浮かべていた。正面から彼を見つめる瞳には何のわだかまりもなかった。しばらく目を合わせたまま、彼は名字を懸命に思い出そうとしていた。でも思い出せたのは、薄いベニヤ板に黒ペンキで書かれた公文社という文字でしかなかった。それがあの小さな貸本屋の名前だった。まだ至るところに戦火の跡が見られた時代だった。中学生だった彼は、アルバイトのついでに、本が読めるのを楽しみに、公文社の求人広告を見て入った。その店は、学校の近くで、すると、女主人のより子は、ここから通ったらどう？と言った。留守番がてらに、疎開先の彼の家からは、片道2時間もかけねば学校に通うことができなかった。時々、より子は彼を食事に誘ってくれたりした。戦災を免れた彼女の屋敷は、店のすぐ近くにあった。彼女は未亡人のようだったが、でもその夫は戦争では左足に傷を受けただけで無事に帰還し、今は事業の立て直しのため大阪と東京で半々の生活を送っていて、より子は旧家族の娘だという近所の噂だった。
バラックの貸本屋の屋根裏、二畳ほどの彼に与えられた部屋の中に、不意に依子が現れたのは、その年の秋、停電の夜半だった。目が覚めると、もう依子の姿はなかった。しかし、初めての経験の記憶は、あまりにも生々しく、わけのわからない恐怖が、彼を襲っていた。彼はその日、荷物をまとめ、店を出ると、二度と店には行かなかった。ただ、逃げねば、とだけ思い続けていた。あれから、依子とは一度も会っていない。次に店の前を通ったのは、一年以上も経ってからだったが、店は、隣の大きな古着屋の一部に変わっていた。奇妙な悲しみに導かれて、歩み寄ったその屋敷も、表札が変わっていた。依子は、行方不明だった。でも、それももう、古い夢のような、遠い記憶。遺棄された古い記憶の一辺に過ぎない。平然と挨拶をし、平然と別れる。今はそれができる自信がある。今さら、どうということもないのだ。と彼は思った。依子は、少女の頭越しに、まだちらちらと彼を眺め、無言の微笑を送っている。少女は、依子の娘なのか。十歳よりは上だろう。万で十二くらいだろうか。突然、彼は、少女の裸の肩に目を吸われた。透明な、巨大な波に似たものが彼を包み、彼は動くことができなかった。万で十二。呆然と、彼は口の中で言った。あれから、丸十三年。小さな蝶のような形をしたあざが、少女の右の肩にあった。白いポロシャツの下の、彼の右肩にも、同じ形のあざがあった。彼は立ち上がった。一目、少女の顔を見たく思った。よろめくように、彼は、依子のテーブルへと歩いた。しばらくでした。ごきげんよう。依子と言葉を交わしながら、彼は目を少女に注いでいた。少女は、怯えたような、探るような大人の目で、彼と依子とを交互に見て、もじもじと依子の方に椅子をずらせる。その眉と目のあたりに、彼は明らかに自分を見た。お嬢さん。と、彼はかすれた声で言った。依子は答えた。ちょうど、とうになるの。とう？彼は、口の中で問い返して、もう一度、少女の肩を見つめた。あざはなかった。
呆然とし、やがて彼は白いテーブルのそこここに、点々と小さな影が落ちているのに気づいた。さっきのあざ、小さな蝶の形のあざは、では、そんな降り注ぐ光のいたずらに過ぎなかったか。明るい夏の日差しが、店のガラス板を白く輝かせている。彼は笑い出した。より子も笑っていた。店は客が混んできていた。数分後、彼が友人と一緒に喫茶店を出て行くのを、女は静かな笑顔で黙想した。ねえ、ママ。すると、それまでおずおずと黙り続けていた少女は、さも不服そうな声で、女に言った。ママったら、嫌だわ。私もう12じゃない。どうして間違えたの？女は答えずに、穏やかな微笑のまま、目をまた扉に向けた。その時、ガラスの扉が開いて、デパートの包みを抱えた、一人の中年の男が、店に入ってきた。さ、パパがいらっしゃったわ。と、女は言った。パパ！と、少女が叫んだ。胸いっぱいに、紙包みを抱えた男は、総合を崩して、そのテーブルに歩み寄った。男は、左足を軽く引きずるようにしていた。